札幌の HTB 本社にやってくるのは1年ぶりです。3年前、突然病気で体が動かなくなり、人工呼吸器をつけて声を出せなくなった葉月ちゃん。自分の思いを伝えたいと始めたのが絵を描くことでした。SNS を通じてアーティストのサトリーさんと出会い、一緒に絵本を作ることに。構想から2年を経て、先月絵本虹色カラスが完成しました。イベントではその絵本の読み聞かせをアナウンサーと一緒にします。今年5月、気管に入れている管を声が出せるタイプのスピーチカニューレに交換した葉月ちゃん。人工呼吸器を外している間は声を出せるようになったのです。やっほー、やっほー。一番長くて13時間。最近ちょっと起きてから寝るまでスピーチ。ただ大勢の人の前で声を出すのは初めてのこと。自分の思いをちゃんと伝えたい。本番直前まで練習します。皆さんも、いろんな色があっていいと思って、それをカラスの傘描きました。いよいよステージへ。会場はほぼ満席。一緒に絵本を作ったサトリーさんも登壇しました。時間はかかりましたが、絵本ができてとても嬉しいです。葉月ちゃんの思いが詰まった絵本虹色カラス、初お披露目です。虹色カラス。みんなはカラスは黒いと思っているけど、本当にそうなのかな。自分の色ってなんだろう。いろんな色のカラスがいろんな動物や人と出会う物語。虹色カラスもみんなに笑顔と幸せを運びたい。虹色カラスはなまら夢があるんだね。僕らしく、私らしく、自分らしく、らしくらしく、みんな自分らしく。この絵本が心を包んでくれたり、たくさん笑ったり、時には泣いたり、怒っていても、この癒されたり、皆さんが自分らしく毎日を楽しめたらいいなと思っています。葉月ちゃんのメッセージは会場の人にも届いたようです。人の目を気にしないで自分らしく生きていくっていうのを、なんか逆に私たちの方が勉強させてもらって、いっぱい元気をもらって幸せな時間を過ごせたので、それを違う方にもお裾分けできたらいいかなって。今回のイベント中、葉月ちゃんは大好きなあの二人との再会も果たしました。お笑い芸人の錦鯉。僕52歳。病気になってから元気をもらってきた大切な存在です。楽屋で直接話す時間も。こんにちは。
ただきます。こうして、あ、はい、うん、うん、こうして、うん、はいはいはい、これを、うん、あ、ちょっと待って合体すげえ、すごい、すげえ、ありがとうございました。緊張と嬉しさのあまり涙が出てしまいました。はい、いや、もう頑張ってね、頑張ってください。ありがとう。すごい嬉しくて泣いちゃいました。また吐いた。突然倒れて絶望した時もありました。でも前を向いたことで多くの人と出会い、勇気をもらったりあげたり、今葉月ちゃんの夢はさらに広がっています。友達いっぱい作りたいです。目標は100人です。できるかな